はい、皆様こんにちは、こんばんは。ここはね、誉れ食堂っていうとこ、つくば市研究学園っていうとこね。はい、後で店内映しますね。はい、メニューです。お魚もあるんだね。はい、数量限定、鮮魚。はーい、海鮮ありますね。当店おすすめ10種類の具材でボリューム、海鮮丼2200円。ね、おつまみいろいろありますから。はい、はい、トマトキュウリね、海鮮の次がね、揚げ物ね。トマトソースのチーズメンチ定食ね、ごちそうアジフライね、定食ね。定食そんなに高くないですから。生卵132円、知らなかった。生卵、はい、おすすめ大人気定食、これね、スペシャル A 定食、相方はね、これ頼みましたね。はい、マグロカツ、メンチ、イカフライ、これの定食ね。はい、スペシャル B 定食、もうちょっとボリュームあるんだね、こっちね。チーズメンチ、カキフライ2個、アジフライ、エビフライ、1788円。これは多分税込みの値段だと思いますね。はーい、ね、はーい、欲張り御膳、1705円。刺身とかね、小鉢、揚げ物、トマトソース、チーズメンチ、おろし唐揚げ、あんだね、サラダ、味噌汁、ご飯、いろいろ食べたい人はね、刺身とね、いいかもしれないですね。うん、はい、こっち刺身。はい、これマグロ尽くし丼、マグロ好きにはいいかもね。最高鮮度の取れたての生本マグロだって、すごいね。なあ、こっちもね、マグロ刺身定食もありますから、定食と単品と。定食が1265円で単品が1115円じゃ、定食頼んだ方が良さそうだね。これね、刺身定食5点盛り1585円、単品1430円、150円くらいしか買わないから、定食頼んだ方がいいかも。ハーフサイズ870円。はい、焼き魚もありますね。ふっくら焼き上げた魚をご堪能ください。サバの塩焼き990円、ね、単品840円。単品だけ食べに来る人っていんのかな。はい、酒飲む人かな。ホッケ焼き定食、はい、OK ですね。はい、定食、はい、こんな感じ。はい、揚げ物、メンチカツ定食、光っちゃったな、こんな感じね。うん、はい、エビフライ定食、エビイカフライ定食、そんな高くないんだね、エビイカフライ ね。次が島の唐揚げ定食、ね、ミックスフライ定食、はい、おろしマグロカツ定食、カキフライ定食、まあ、写真がね、すべてあるわけじゃないから、おろし唐揚げね、どうしても写真に目がいっちゃいますけど、ね、チーズメンチ、ここにもこうありますから、いろいろね。はい、揚げ物なんで、はい、炒め、はい、野菜もありますね。はい、肉野菜炒め定食、肉なす炒め定食、麻婆豆腐ね、800円とか、単品定食もね、1000円いかないですから。生姜焼き定食、豚肉とキャベツ味噌炒め、鶏肉と色とりどり野菜、黒酢炒め定食、私これにしましたね。はい、定食美味しそうなんで、ちょっと酢豚っぽいんでね、酢豚食べたかったんで。はい、サラダ、誉れなサラダ、シーザーサラダ、トマトサラダ、サイドメニューね、春巻きとかフライドポテトとかありますからね。はい、次はね、ドリンクメニュー。はい、お待ちかね、お酒好きな人は。まん延防止はね、ここはやってないみたいね。お酒の提供あるみたいです。ビールとかね、サワーとかありますから。はい、ソフトドリンクね。はい、日本酒もある。日本酒、焼酎、はい、デザート、アイス250円、ごままんじゅう2個350円、アイスとごままんじゅう、ごままんじゅう推しかな、ね。はい、あとは終わりですね。メニュー終わり、感染防止対策してます。いろいろこれ全部やってるみたいですね。はい、誉れな食堂、つくば市研究学園、今日は都会に来てしまいましたね。4-2-14
恵比寿タウン A202。 恵比寿タウンって最初どこが恵比寿タウンなんだって言ってたんだけど、恵比寿タウンでよかった。はい、お水あるしね、調味料あるし。はい、こっちがね入り口、階段上がってきましたね。店内はこんな感じです、ね、あっちにメニューもありますからね、これね。はい、今ご飯待ってますね。はい、一旦終わり。